はい、皆さんこんにちは、ドクターキヨシです。最近話題のエクソソーム点滴ですが、他人の細胞を培養したものを自分の体に入れて病気になってしまうんじゃないかと不安の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回はエクソソーム点滴によって病気になってしまうかどうかに関して僕が詳しくお話ししますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。まず本題に入る前に、エクソソーム点滴とは何かに関してお話します。エクソソームっていうのは、あらゆる細胞から出ている細胞間のシグナルなんですね。中でもこういった治療に使われるエクソソームっていうのは、幹細胞から出てくるシグナルです。細胞外小胞体って言われては、ちっちゃいカプセルみたいなもんですね。で、中には核酸とかタンパク質、特にメッセンジャー RNA などが含まれています。で、それがですね、エクソソームを出す幹細胞の性質を反映してるわけですね。そのエクソソームを出す幹細胞にも骨髄とか歯髄、ね、細胞、脂肪、いろんな幹細胞の由来があります。エクソソーム全てがいいわけじゃないんですけども、有効なエクソソームっていうのは細胞の修復とか組織の若返りといった効果があります。つまりアンチエイジングではなくリバースエイジングなんですね。組織自体は若返らせてくれる、でその年齢に抗うのではなく年齢を逆戻してくれる、そういった治療がエクソソーム点滴です。それではまあ本題ですが、エクソソーム点滴が原因で病気になってしまうことがあるかに関してですが、理論上はありえます。エクソソームっていうのは幹細胞培養液に含まれる成分なんですね。幹細胞培養液っていうのは他人の幹細胞を飼育しているまあ液体なわけです。その培養液の中に幹細胞がエクソソームやサイトカインと言われる物質を放出して、それを濃縮して点滴として使うのがエクソソーム点滴なんですね。なのでもしその幹細胞のドナーが感染症、まあ、例えば HIV とか梅毒、肝炎などに感染していた場合には、培養液の中にそのウイルスの拡散が放出して、それを点滴することによってその感染症にかかってしまう可能性というのは十分にありえます。ただ実際現実的にですね、ドナーの感染症を事前に検査してないようなラボがあるとは思いたくないですが、最近エクソソームが流行ってきたこともあって、エクソソームの業者みたいな代理店みたいなのがかなり営業とかに来るわけですね。だけども代理店の人ってのはあくまでメーカーとは違いますから、その人たちに難しい質問を投げるのも意地悪ではあるんだけども、じゃあその御社のエクソソームは何の培地で培養されてるんですかとか、あとはそのドナーの情報、例えば胚胎とかだったら、胚胎ってのは赤ちゃんのそのだけども、一応ドナーはお母さんになるわけですね。そのお母さんの年齢は、国籍は、感染症状態はすぐ教えてくれって言ってもパッと出てこない業者ばっかりなんですね。そういったやっぱ業者とかラボっていうのは、やっぱりどこまできちんとした管理されてるかっていうのが正直疑問はあります。なので皆さん、健康になりたくて、元気になりたくて、若返りたくてエクソソーム点滴を打つのに、感染症リスクに怯えたら本末転倒ですよね。なので当にはですね、ドナーの健康状態や個別の詳細な情報をすぐに提供してくれるラボで作られているエクソソームのみを購入しております。またエクソソームの国際基準であるマイセル2018というガイドラインがあるんですね。エクソソームってまだまだエビデンスとか論文が少ない分野であるんだけども、それでもやっぱりですね、国際基準ってのもあって、濃度とかそういったものが細かく数値で規定されてるんですね。そのマイセル2018というものをクリアした最高品質のエクソソームを使用しております。効果面でも安全面でも最高級のものと言えます。しかもですね、先ほど幹細胞にも骨髄由来とかいろんな由来があると言いましたよね。その中で一番いいと言われてるのは細胞由来なんですね。オートンジェリーといって、細胞の血管周囲のゼリー状の間質性物質、そこから取れる幹細胞由来のエクソソームが最高品質と言われております。日本で一番出回ってるのは脂肪由来なんですけど、それなぜかというと、脂肪吸引の時に採取しやすいからですね。脂肪吸引受けるとまあもう大人じゃないですか。20から60歳ぐらいですよね。50から60歳の幹細胞から取れるエクソソームを自分に入れても、それで老化因子といってですね、逆に細胞を追いさせるような因子もいっぱい含まれてるわけです。それを打っちゃっても逆にマイナスですよね。やっぱ0歳児のものを打つ必要がある。だからこそ細胞由来が一番いいというわけです。で、当院はもちろん細胞以外のエクソソームを使用しております。ただそうは言っても、エクソソーム点滴ってすごく高いイメージが皆さんあると思うんですね。でも当院はですね、なるべく皆様に受けていただきたい、しかも続けていただきたいので、続けていただけるような価格、まあ、国内最安値で提供しておりますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。僕もエクソソームは本当にいいと思ってて、毎月打ってるんですけど、かなり元気になってですね、まあ、バリバリ働けますね。これを取ってる今も159連勤目、159日目ですね。僕エクソソーム良すぎて、今月ですね、ついに連勤を終えて休みをもらって、マレーシアまで幹細胞そのものを打ちに行ってくるんですね。日本だとですね、幹細胞そのものは打てないのでマレーシアまで行くんですけども、それがエクソソームの良さにも完全に魅了されちゃってます。ぜひ一度この良さを皆さんにも味わっていただきたい。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄や動画への感想や質問をどしどし申しております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。